よさこい祭りは毎年8月9日、10日、11日、12日と高知市で開催され、今年で70回目の節目を迎えるお祭りです。1954年、当時戦後の全国的な不況の中、南海地震で被害に遭った高知市民を笑顔に元気にしたいと願って始まったお祭りです。よさこい祭りへの参加のルールは大きく3つだけ。鳴子を持って踊ること、楽曲の中によさこい節を入れること、前に前進して踊ること、この3つを取り入れれば誰でも参加できるお祭りです。その取り入れやすさから、第1回目のよさこい祭り参加団体は21団体、踊り子の数は750人でしたが、現在では約200チーム、約2万人の踊り子が参加するお祭りになっています。また高知のよさこいは北海道など全国200の地域に広がり、現在では海外でもよさこいを取り入れたイベントや団体が増え続けています。そのよさこい祭りのルーツとなった清張よさこいをお楽しみください。土佐で生まれ、土佐の人と風土に育まれました。